ここではバイオ SVE11 の基本的な操作ができるまでを次の手順でご説明いたします。本体を箱から取り出す。箱を開けます。本体や付属品を箱から取り出します。保証書は修理の時などに必要になりますので、大切に保管しておいてください。付属品を確認する。付属品として次のものが入っているか確認してください。付属品は機種によって異なります。付属品についての詳細はクイックスタートガイドに記載されていますのでご確認ください。バッテリーを取り付ける。本体とバッテリーの凹凸部分を合わせるように差し込み、カチッと音がするまで回転させながら倒します。ロックレバーをロック側にずらします。ケーブルを接続する。AC アダプターに電源コードのプラグを差し込みます。コードを最後まで差し込むことができない場合もありますが、問題ありませんのでそのままご使用ください。電源プラグをコンセントに差し込みます。AC アダプターのランプが緑に点灯したことを確認し、本体に接続します。バッテリーの充電が始まると、この部分が点灯します。LANケーブルをつなぎます。無線LANをお使いの場合は、つなぐ必要はありません。Windows をセットアップする。パソコンの電源ボタンを押し、電源を入れます。Windows のセットアップ画面が表示されたら、次へをクリックします。お好きなユーザー名を入力します。ユーザー名は半角英数字で入力してください。入力が終わったら次へをクリックします。アカウントにパスワードを設定する場合はパスワードを入力します。パスワードは忘れないようにメモを取るなど控えを取っておきましょう。パスワードを入力したら、次へをクリックします。ライセンス条項の内容を確認し、ライセンス条項に同意しますにチェックを入れます。次へをクリックします。
パソコン上でプログラムの更新があった場合の自動インストールを設定します。必要に応じた項目をクリックします。パソコンの日付と時刻の設定をします。表示された内容が正しいことを確認し、次へをクリックします。ネットワークの接続設定をします。無線 LAN でのネットワーク接続をお使いの場合、お使いのネットワーク名をクリックします。有線での接続やワンタッチボタン方式などの無線 LAN おやきの場合はスキップをクリックしてください。製品やサービスの向上へご協力をお願いする画面が表示されます。内容をご確認いただき、次へをクリックしてください。インターネット接続に関する画面が表示されます。はい、またはいいえを選択し、次へをクリックします。バイオ製品登録のお願い画面が表示されます。このサービスはソニーから無料提供サービスの情報などをメールでお知らせするサービスです。製品登録に必要な情報を受け取りたい場合はメールアドレスを入力し、同意して次へ進むをクリックします。後で登録したい場合は今は登録しないをクリックしてください。次へをクリックします。完了をクリックします。 Windows が起動します。以上でバイオのセットアップは終了です。使い方や Q&A については取扱説明書またはバイオのサポートページをご覧ください。バイオのサポートページを開くためにはデスクトップ左下のインターネットエクスプローラーをクリックし起動します。マイバイオが表示されますので、画面右上のサポートタブをクリックするか、検索ボックスに VCL と入力し検索をクリックしてください。それではバイオ E シリーズをお楽しみください。